僕はよく業務スーパーで買い物をするんですけど、その業務スーパーの商品の中でも僕のおすすめの商品が、まあ、今回久しぶりに入荷されたというのか、以前もこれ買ったことがあって、めちゃくちゃええなこれと思っていたんですけど、なんかこう一時期全然なくなったというのか、売り切れっていうよりはもう入荷をやめたんやなという感じだったんですよね。業務スーパーはその売り切れてもまたすぐに入荷されるっていうんですかね。 しかし、もう半年、まあ一年ぐらいかもしれないですけど、も全然その入荷がされてなかったので、ああ、れもう扱わへんようになったやなと思っていたんですけど、なんとまた扱い出したと。いう、その商品は、こちら。ガパオペースト。これがもうすごいんですよ。もう、もろにガパオライスになります <laughs>。もうガパオライスそのもの。 これとひき肉を炒めれば、もうガパオライスの完成なんですよ。めちゃくちゃ手軽で。まああの、ちょっと本格的にしたければ、ピーマン入れるか、パプリカ、まあ千切りのピーマンかパプリカを入れれば、より美味しくなるんですけど、まあ目玉焼き乗せたりして。まあそうじゃなくてもひき肉、まあ鶏ひき肉でも豚ひき肉でもどっちでも、あの、ガパオライスが作れますと。で、 まあこの瓶、あの、550円ぐらい、530何本、税込みで五百六600円以下だと思うんですけど、ぐらいで売ってて、これ前回僕が買った時より、この、まあ値段が上がってると思ったんですけど、この瓶がでかくなってるんですよね。前もっとちっちゃい瓶だったんですけど、これがでかくなって、まあ550円ぐらいなんですけど、前の小さい瓶でも、1回のガパオライス、1人前のガパオライス作ろうと思ったら、 あの、スプーン一杯分ぐらい。大きいカレー用のスプーン一杯だったら多すぎるんですけど、あの、カレー用のスプーンで、その三分の二ぐらい。やっぱ大さじ三分の二ぐらいですかね。と、ひき肉を炒めれば、かなり美味しい状態にできるので。なので、これ多分、あの、二十食分ぐらい作れると思うんですよ。この550円ぐらいで。だから、 一回のガパオライス作ろうと思っても、おそらく100円以下ぐらいでガパオライスが作れると。タイ料理屋に行ってガパオライス頼んだら多分1000円ぐらいするんですよね。なんかあの、日本のタイ料理って、まあ結構高い、まあ輸入する食材ばっかりなので高くなってしまうんだと思うんですけど、タイに行ったらタイ料理めちゃくちゃ安いので、あの、なんだかなという感じでいつもタイ、タイ料理僕はめっちゃ好きなのでタイ料理屋よく行くんですけど、 そのタイ料理屋のガパオライスと比べてもそこまで遜色ないというのか。これ家でここまでガパオライスの味出せるんかというぐらい素晴らしい商品なんですよ、これ。しかしこれが一回売り切れてからというのか全然入荷がなくなったんですよね。だからなんかあんまり日本の人ってタイ料理好きじゃなさそうなんですよね。なんか 中華料理屋とか、インド料理屋って、あるいはイタリア料理屋。こういう外国の料理屋ってめちゃくちゃいっぱいあるのに、タイ料理屋ってそんなにないんですよね。まあ、東京とかだったらわからないですけど、なんか京都もちょっとここ最近店増えてきたんですけど、京都市内でこう5、6年前ぐらいまで、その5軒、6軒ぐらいしかなかったんですよ。京都市内全体でっていうんですかね。最近はもう結構増えてきて10軒ぐらいになってるかなっていうところなんですけど、 中華料理屋なんかも数え切れないくらいありますよね。そんなに比べたらタイ料理屋って少ないんですよね。しかし、僕はタイ料理って日本人の口にめちゃくちゃ合うと思うんですよね。多分知られてないだけなんですよね、タイ料理が美味しいっていうのは。すごく美味しいんですよ、タイ料理って。タイに旅行行ったらもうどこで食べてもアホみたいに美味しいんですよね。まあそういうそのタイ料理の中でもガパオライスが これさえあれば、もうほぼかなり高いクオリティで再現できるというガパオペースト。もし、あの、業務スーパーで買い物することがある人がいれば、一回お試しすることをお勧めします。ガパオライス好きな人はですよね。で、このガパオペースト、辛味があまり強くないので、お店で食べるガパオライスって結構辛いと思うんですよね。 だからそういうのを再現したければ、あの唐辛子なりなんなり入れた方がいいと思うんですけど、かなりこれ辛くない感じで作ってるんですけど、もうほぼあのガパオライスの、ガパオのこう風味っていうんですかね、あの独特の。日本の調味料では絶対再現できないというのか、どうやってあの味にすんのやろっていう味が、これでもう間違いなく再現できるので、あのガパオライスの味が好きな人はめちゃくちゃおすすめですと。で、なんかあのー、 カルディとかそういうところにガパオライスの元みたいなこう袋に入ってこう2食分とか入って売ってるのはあると思うんですけどあの袋だけで多分180円とか90円ぐらいすると思うんですよねあれ2回分ぐらいしか作れないっていうことなんですよ2人で食べるなら1回分ですよねしかしこのガパオペーストさえあればこの一瓶で多分20食は絶対いけると思うんですよなのでめちゃくちゃお得に <laughs> パオライスが作れるという商品です。ということで。まあ、案件でも何でもない、ただ単に僕はこれがすごく好きなので、あの、おすすめしたいと思っただけの。まあ、これがお近くの業務スーパーには売ってないかもしれないんですけど、もし見かけたら、あの、買うことをおすすめしますと。で、最近買ったばっかりなんですけど、これ2026年2月8日まで開けなければ消費期限もだいぶ長いので、 開けたらまあ、用冷蔵なので早く食べないとダメなんですけど、そういうガパオペースト、ガパオライス好きな人はすごくおすすめです、という話でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。